はい、皆さんこんにちは、月です。楽しんです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、土地聖地です。はい。食うばっかりしよね。食うばっかり最近。でもさ、なんかこう本当形が見えてきたからさ、うんうん、楽しいよね。まあまあそうだね。終わった後は結構頑張ったなみたいな感じが。あとで土が柔らかいね、ここね。今ね。なんで竹がもうないからね。うん、結構すいすいほぐれてるかなと。うんうん、で。予定としては上の土を下に落とすともう後が大変やから運ぶのが大変やから、上の方は上でもう先にすくってある程度ね通路の方に持っていくと、はい、でそこが完了したら下からまた削るっていうのを続けていく、はい、よろしいですかこれで、はい、らしいです。OKですよ。はい。中華で今日も頑張っていきたいと。もうちょっと綺麗にここをもうちょっとこう綺麗にこうなんか作っていきたいよね。かしこまりました。よろしいですか。はい、まとめに入っていいですか。はい、いいです。早くしてください。違う。邪魔するよね。中間で頑張っていきましょう。早くしてくださいって。ライトボードどうしたいの？この道をきれいにしたいの？ここをさ、うん、なんかこうきれい先にこうちょっとこの部分だけでも作りたくない。この。通路ってこと？ここだけでいいからさ、ここのこれだけよくわかんない。そう。もうやりたいようにやってごらん。どこをするのじゃあ今日は？ここを削りたいの？ちょっと削りたい。ここをね。わかりました。いいですか？全然いいですよ。ということで今日はなんかここら辺を削るらしいです。ここだからさ、ここからきれいにこうもう斜めにこうきれいにここまできれいにしたよね、ここまで。だから今楽しんさんがやりたいって言ってたのはちょうど。この傾斜の頂点になる部分ってことでしょ。そうそうそう。そこをきれいにもう先に作りたいってこと。わかりました。よろしいですか。だそうです。でここがちょっと急なんだよね。今スコップ立ってるところらへんね。そうそうそう。そこらへん急で、ここもまだガタンってなってるような状態なんで。ここのこう来れるじゃん。一輪車をスムーズに出し入れできるようにね、まず。したいのよ。やろう。はい、削ればどんどん傾斜がついていっちゃうじゃない。ここ削ったらどんどん傾斜がついていっちゃうじゃない。まあ言い訳よりやっていこうや。分からん。でもしたいのかが分からん。綺麗にしたいのよ。やつがおるの。な。だ。それじゃない、あの下に。いや、違うと思う。そうね。下だもん。そうね。そうですか。まずここの土を取ろうぜ。はい。ほら。あと。でかい。おっ、不信用な音がする。あ、ここもおる。やっぱこの辺はまだおるね。おるわ。ほら。わあ。隠れちゃったな。うう。ほら。ランガよ。そこがいいからほっていかんね。ああ、今日やる気が出ない。いやー、全然やる気が。そこやから。斜めやからけ。道を作ってるから。ね。違うよ。ここじゃないからでしょ。違うよ。ほらいるじゃん。ほらいたでしょ。こういうのも許してないんでしょ。じゃもうなんだちょっとやめないか。今思っちゃうだけ。それどっかでここにぐらい寄るよ。それだろ。それちょ待ってまた私がどくから。結構深いね。深い。はい。はい。重いな。なんか。それ置いてば。これだ。あ。わあ。いた。あとは。どれだっけ。ですか。今にもしもし左側にもここで。あ、ここや。すげえ深い。わあ。もういいね。そのうち背後なるやろ。諦めんの？いいの？諦める。あんな深いところのやつも絶対取るみたいな言ってたのに。時がコロコロ変わるから。持ってて。ですか？はい。したらどうする？そっち行こうか。またこっち？見てもらうか。あ、見てもらいましょう。さっきここに立ててきたからね。おわ、いいんじゃない？いいやろ？きれいきれい。すごいなだらかになった気がする。とりあえずこの茶色く黒い土が入ってるところを今やったんだよね。で、この辺りがまず高くて。この辺りもボコンとへっこんでたんですけど、上から削って、うわ、壁がだいぶなだらかになったの分かりますでしょうか。よいしょ。こんな感じです。こう急激にへこんでるところがないですよね。ほんで、いい感じじゃん。これなら一輪車のお料理しやすいね。この黒い土の先はですね、今度こののり面になってる部分、この山の部分を削って下に土を落として中に入れていくっていう感じでなだらかにしていきますので、だからこの上の部分はできるだけもう一輪車で向こうに運ぶと。で、下に入れる土の分だけ下から削っていこうという感じでこれからやっていこうと思います。あら、ゴミが飛んできた。じゃあこの辺り切っていきたいんですけど、風がすごい。24分。はい。はい、ということで、終わりました。今日は傾斜作りでしたね。一応ここはさ、水糸で、シーって綺麗にすんの？うん、しようかな。それは綺麗になることで。まあね。また痛い。楽しみですね。楽しいさんの水糸はまあまあ適当だっていうことは、私この前の事務所の前の適当やけどちゃんとできてる。分かったからさ。あれはちょっと笑ったね。あんなゴテゴテしい機械を使ってる割に適当な感じがですね。また楽しみにしてました。ということで今日は傾斜作り頑張ってきました。ちょっとね、奥の方はまあ少なかったですけど、まあ徐々に進んでいきそうですね。という感じでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、根っこがだいぶ少なくなってきました。こんな感じでこの表面に残ってたやつがボコッと取れたっていうぐらいですね。で傾斜が気持ちよくできたので、ここがボコンと出てないから一輪車がですね、勢いつけずにね、引っ張っていける感じがしました。じゃあこんな感じでちょっとずつ上の土を取ってですね、運んでいこうと思います。以上でお疲れさんでした。